おーできたーめちゃくちゃかっこいいもはやこれが大河原先生に見えてくる。刀を持たせるとこんな感じ。かっこいいポーズが決まります。結構ね、細かく動いてると思います。違うんだよ、母ちゃんボタファの。墨袋を崩せ 動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたほです。今日、クブキットは、これだ寿やフレームアームズ、100分の1スケール、信玄だ <laughs> おー、全国のガン学ロー集結せよそれから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね それでは早速レビュー行こうフレームアームズ結構久しぶりだな。以前 LED を仕込んだレイ・ファルクス以来かなという感じです。さあ、どうして僕がね、このフレームアームズを組みたいなと思ったのがね、そう、このデザインもうこれ名前言わなくてもわかると思います。そう、この信玄のデザインは、レジェンド、大河原邦夫さん。もうね、ですよねって感じでね。初めて見た人ももうわかるかと思います。これめっちゃかっ かっこいいよ。もうこの最初にね、デザインが来たとき、もうこれやられちゃいました。<laughs> というわけでね、今日はね、これをじっくり組んでいきたいなと思います。パッケージの横。いいよなーもう、何もう一発でわかるよね、このデザインはね。このキットはね、塗装なしでもある程度フルカラーになってるんで、いい感じに仕上がります。開けーろ開けーろじゃーんおー キットがね、いっぱい入ってます。早速見ていこう。お、まずはね、目を引くレッド。あー、なるほどね。いわゆるね、これは、き屋さんのレッドって感じがする。結構昔のスーパーロボット対戦の、アルテア、アルトアイゼン、アイゼン、なんなんで言えないんだよ。アルトアイゼンのね、うん、カラーリングみたいな感じ。フレームのパーツ。そう、まさにね、このフレームアームズって、フレームを組み立てて、この外装のパーツを取り付けていくという感じですね。ホワイト。 そしてゴールドはこんな感じですね。お結構濃いめのいい色だね。こんな感じとなっています。レッドにゴールド。それからフレームですね。フレームこれは外装のパーツかなうん。結構ブラックに近いグレーといった感じ。おぉ、鞘と剣がついてますね。ある程度ね、塗装しないといけないかもしれないね。結構部分塗装しなきゃいけないところがあるかと思います。フレーム。 お、どんどん行こう。結構ね、小分けのパーツがあります。えー、キャップのような、あー、なんていう、なんていうかな。こう、ジョイントのところですね。それから、クリアパーツはブルー。発色がいいですね。あとは、こんな感じですね。あとは、ブラウンのパーツですね。キットは以上。あとは、水転写式のデカールが入ってましたね。さあ、それではこれがね、説明書。パッケージイラストもかっこいいけど、この立体物のね、写真もかっこいい。 かっこいいです。うん。こう見ると本当に、あ、これ以上言うと、な,なんか、なんか怒られそうだからやめとこう。えっ、ー、と、まずは頭部ですね。特徴的な。この頭部を組んでいき、胴体ですね。腰のところ。それから手、手ですね。これは。腕を組み立てて、お、機体のね、解説。それからね、イラストがあります。それから足。 この辺意識を組み立てて、あとはバックパックとか、日本と、そしたら全部を一気に組み立てると。これで本体の完成。おう、なるほどね。さあ、今日はね、どうやって組み立てようかな。組んでみないとわからないけど、かなり部分塗装が多いんじゃないかなと思います。まあ、どうなるかわかんないんだけどね、組んでみよう。8割ぐらい組み立てると、こうなります。 おーできましたー <laughs> どうなるかわからないって言ってたんだけども、本体は全塗装ですね。で、武器の一部とかは成型色を活かした仕上げとなっています。で、こういった塗装とかいろいろ手を加えた時に、オタファ具体的に何をどう使ったのっていうコメントがね、いつもありがたいことに結構いただくんで、まあ、全部を細かく紹介していくとちょっとキリがないんだけど、まい、あ、大体こういったものを使って、えー、仕上げました。 大体、一晩といったところだね。ちょうど一晩で、まあここまでできたという感じですね。まあ主なところで言うと、まあパーツの切り出しニッパー。僕はなんかこうガツガツ切れるやつ。で、こうゲートから外して、まあこっちでこう綺麗にね、切るみたいな。 ランナーは二度切りで処理して、これはデザインナイフですね。めちゃくちゃ切れるやつです。あとは、まあ、ピンセットとかね。で、あの、刀があるんだけども、これを鞘に収めた時に少しクリアランスがね、きつかったんで、これでこう、カンナ掛けするような感じで、こういうの。セラミックカンナっていうやつ使ったりとか、まあ、本体の、グレーに当たるところはファントムグレー。 それから、シルバー。これ刀のところで使ったりとか、フレームはガンメタル。ゴールドの部分はね、こういったゴールド使ったりとか、レッドは、あの、家になかったからメタリックレッドを使いました。<laughs> あとは、ここにはないんだけど、キャラクターホワイトを吹いた後、ホワイトパール。パールをね、ちょっとね、ホワイトのところはやったのと、トップコートはこれの半光沢。 で、あとは、関節の調整するときにシリコンメンテナンススプレーとかヤスリあの、電動歯ブラシみたいなやつ。<laughs> で、マッキーとかね。塗装を落としたいときは、この薄め液を使用します。で、これは墨入れを落とすときで、で、まあ、綿棒とか使ったりとかね。んで、これはあれ、あのー、 デカールがふやけるやつ。しっかり定着するやつですね。接着剤はこういうタミヤセメント。速乾、すぐ乾くやつとか。墨入れはいろいろ使ってます。グレーとかあー、ダークブラウン、ブラウン、ブラック。 ま、期待色がね、レッドなんでブラウン系を使うとか、接着剤ね、あのアルファ、これもよく使う。ま、これとか、接着、あの、これをね、使い分けるとか、目の部分、あとシルバーの部分、ホワイト、ゴールドといった感じでね、前回紹介したマッキーなんかも使ってます。あとはリアルタッチマーカー。こういったところもちょっと使ったかな。ま、そんな感じです。 もしよかったらね、ぜひ参考にしてください。というわけでね、どんどん組み立てていこう。ハンドパーツ開き手とか、あ刀持ち手、あとはね、銃持ち手。あとはね、握り拳があります。ということでね、武器の前にね、えー、フェイスパーツか。あの、なんていうのかな、マスクオンのやつ。これがあります。それから、えっとね、カブトの飾りがあるんだけど、飾りがないやつ。 に差し替えできるパーツとかね。まあ、いろいろあります。で、武器なんだけども、この銃のところですね。これ成型色をブラウンとか、この辺活かしてシルバー塗って、まあ、こういう感じの長いやつと、あの短いやつがね、あります。ひなわ、ひなわ銃みたいなやつだね。かっこいいね。うん。あとは刀ですね。刀は長い剣。これが鞘に収まるやつです。この、ここの部分もね、<laughs> 細かく塗ってみました。 今回ね、あの、本当はね、成形色で塗装しようと思ったんだけど、<laughs> 俺親知らず抜いてさ、めちゃくちゃ痛くて、で、やることないから、とりあえず寝て、で、まあ、ちょっと塗装したっていう感じです。もう、この辺もね、部分塗装してます。こういう剣がついてたりとか、小刀は、こういう風になってて、この抜けない仕様になってますね。で、グリップはグリップで、こう、くっついてるって感じです。こんな感じ。 小刀は差し替え式となっていて、これはここに取り付けることができると。で、これね、反対側のサイドスカートにも取り付けることができます。どっちかをね、選ぶ方式です。さあ、お待たせ組んでいくぞ <laughs> みんな歯は大事にしようね。<laughs> えー、どっから行こうか。まず足。いきなりなんだけど、デカールをね、ここに貼ります。このね、武田信玄の、あの、ひし形マークですね。で、足首。 結構ね、部分塗装多かったですね。マッキーのゴールドね、ここら辺、こういうちっちゃいところでね、大活躍してます。こういうマークとか、こういう感じですね。うん、で、判定側も組んでいこう。久しぶりに全塗装したなうん。ゆっくりね、時間がある時に組むのが、あの、塗装するのがいいよね。で、これが腰ですね、うん。これね、特筆すべきところは、鎧だから動かなさそうなんだけどね、結構可動軸が仕込まれてて、組んだ後ね、そのアクションに。 アクションできるような感じでね、工夫が凝らされています。で、ところどころ接着してあるんで、なんだろう。いつもみたいに細かくはばらせてないんだけど、まあ大体こういう感じになります。いい赤だよね。本当はフラットなレッドとかが良かったんだけど、うん、なかったからさ。<laughs> まあ色がパキッとして、うん。多分本当は朱色とかね、和の色の方がいい,いいなと思ったんだけど。 結構パキッとしたカラーリングとなっています素組みでも十分よかったよだけどやりだしたらさ細 <laughs> 部分塗装の箇所がねかなりありますこれでね下半身の完成かな腕こんな感じでここもねマッキー大活躍です結構ね細かいところ部分塗装必要ですあ救急車が。な 撮ってます。ラチェット !We love ロチェットどんどん行こう。どん,どん行こう。フレームアームズいいよな。なんかこう、オリジナルデザインっていうところと、うん、やっぱこう、コトブキヤのその独特な、うん、アレンジがあって、本当に作りごたえがあって好きですね。これで腕が完成で。えー、どれ行こうかな。胴体行こうか。スラスターはこのようになっていて。 で、この、外側はガンメタになってて、で、内側はレッドで塗装してるって感じ。あ、だから、あ、そうそう、これはね、普通のキャラクターレッドだったんだけどこれ吹いたらなくなっちゃった。<laughs> だから全部外装はメタリックレッドとなっています。よっしゃ、バックパック。これさ、すげえんだよね。あの、あの、これもね、デカールです。デカール部分塗装してるんだけど。これがね、こういう風に展開します。いいよね。 あの、なんて言うのかな。サイド、バックパックなんだけど、いろいろね、こう角度変えたりとかして、うん、かっこいいです。フレームアームズはあんまり設定とかわかんなくても、うん。あ、か、これかっこいいな、で全然、買っていいんじゃないかなと思います。うん。この辺も細かい。まあ、スプレーで塗ったり、ちょぼちょぼっとしたところはね、部分塗装したりとか、いろいろやってます。反対側もどうる今日組むの遅いかな。<laughs> いや、説明するところがね、結構いっぱいあります。うん、パチ組みでどのぐらいだったかな意外とサクサクできたかなサクサク組んで、3時間ぐらいだったかなうん、3時間ぐらい組んで。おこれいいよねで、各部稼働軸があるんで、こう、細かく、こう、いろいろ、こう、バインダーみたいになったりとか、うん、いろいろ、こう、それぞれのセンスでいろいろできるって感じですね。ちょっとここで一回組むか。 上半半身身と下半身このさっき紹介したここが動くので腰回りがね結構動くともう甲冑をまとってるから動かなさそうなんだけど結構動くような、うん、こういう感じでね出るからこう腰回りが動くみたいな、うん、こんな感じになりますねおー武田信玄いいわ <laughs> 武田信玄って聞くとやっぱり次は上杉謙信 なんか、僕の中で、あの、ちっちゃい頃からの刷り込みで、こう、セットなんだけど、どう、どうでしょうかね。<laughs> うん、なんか、ライバルとしてね、うん。これ出たら、これ組んだ後、そういうの出たら嬉しいなぁ、なんて思います。おぉ。だいぶいい感じになってきました。さあ、そしたら最後は頭部ですね。さっき紹介したように、要するにマスクオンとマスクオフがあります。こういうフェイスになってて、ポイントは、この、 この縁の部分、目の縁の部分は、本当はブラックがいいんだけど、ブラックにしちゃうとね、このサイズだと目があんまり目立って見えないんで、僕はホワイトにして墨入れでブラックしてで、ブラックっていうかグレー系のやつでこう塗装するといい感じになる。今みたいな感じでね、差し替えます。おー、どうこれね、あの、いい顔してんだよなー <laughs> で、ここのクリアブルーのところね、裏側はシルバーで、えー、見えるかなシルバーで塗装して、ちょっとキラーッとするような。 こんな感じにしてます。この細かいとこはね、マッキー。マッキー使いました。<laughs> せっかく動画にしたからね。で、この白いとこ。この紙みたいなやつ。これと、さっきの、これ差し替えできるわけです。で、この白いのがないバージョンもできる。みたいな感じですね。っゆっくりいこうか。ちょっと歯がさ、すっげえ痛くてさ。<laughs> いや、なんかやっぱ健康って大事だよな。こんな感じです。かっこいいよね。これがすごいかっこいい。 さあ、そしたらね、もうあっという間に最後になりました。頭部を取り付ければ。これで完成フレームアーブズ、信玄だ <laughs> おーできたー <laughs> めちゃくちゃかっこいいちょっとね、早速手に持ってみよう。おーなんかもう、 もはやこれが大河原先生に見えてくる。素晴らしいです。全体のプロポーションはこんな感じです。もう本当に、甲冑はも、甲冑をまとったかっこいいロボットという感じだよね。横。このデカールがすごく効いています。そして後ろ。後ろのね、色分けも大変細かいです。まあ、そうだね、至るところがね、かなり細かい塗装が施されています。 近くで見ていこう上半身及び頭部のアップさっきも言ったんだけどね、この顔がとてもいいです。あの、なんて言うんだろうなぁ。お父さんみたいな、うん、安心感のある、かっこいい顔ですね。胸部。それから、えーえー、スカート部分ですね。この辺の塗り分けも、えー、結構細かかったです。足回り。でね、このデカールも大変効いています。 後ろから見る、あ、あの、こういうところとかね、ブラックの次にレッドがあるとかね、ちょっと結構細かい色分けがあります。こういうところもホワイトのかかとがあったりとか。ま、こんな感じですね。あ、部分塗装ね、頑張っただけあってね、うん。やっぱり情報量が全然違います。煽りで見るとこんな感じです。なんだろうな、こう、武者、武者というか武将だよね、武将で、なんか顔が、 強そうだし、なんかこう優しそうだし、本当に独特だなと思います。大河原先生のあのかっこいいロボットをね、このキットでは体感できます。各部を動かしてアクション銃を持たせてみました。どう <laughs> いざ参るみたいなね。かっこいいポーズが決まります。結構ね、細かく動いてると思います。こんな感じでね、フルアクションしよう。あとはこの背面というかね、これがすごく効いてるよね。 ちょっと展開すると、こんな感じです。後ろから見るとこんな感じですね。ちなみに、この銃は後から気づいたんだけど、早期購入特典らしいですね。まあ、なくなり次第終了なのかな欲しい人はね、お早めに。さあ次刀を持たせると、こんな感じやっぱ武将といえばあれが欲しいね。あの、軍配。<laughs> 軍配欲しいな。うん、軍配を手に持たせたくなるぐらいね。うん、本当にかっこいいです。 それから、こんなポーズ。このね、頭部を交換してみました。この顔もいいね。本当になんか武将っぽい。な,なん、て言うんだろうな、このマスクオンは。サムライトルーパーみたいな。うん、な,なん、て言うのかな。こういうマスクがついたようなあ顔になります。あとはね、この白いやつがなくなるとこんな感じです。いろんな表情を持つロボットなんで、こうね、ただ立たせておくだけでも十分かっこいいです。通常フェイスで、 この紙がないバージョン。するとこうなります。これもいい。さあ、そしたら最後は比較。分かりやすいところから行こう。ガンダム。三兄弟で一緒に並べるとこんな感じです。頭の高さだとちょうどガンダムユニバースと同じぐらいです。これがね、設定で、あの、公式ホームページでは17センチと書いてありました。一緒に並べると、うん、いいね。両方とも大川原先生のデザインです。 こんな感じでね、いろんな立体物とね、見比べてもいいと思います。さあ、そしたら、怒られちゃうかもしれないんだけど。メタルロボット魂の武者ガンダムと一緒に並べるとこんな感じ。おー。そうだね。いい感じだなと思います。あとは、これとか。SDX の武者ガンダム。これと一緒に並べるとこんな感じ。 三体を一気に並べると、こんな感じ。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん一通りの遊び方は、こんな感じ。というわけで今回の、コトブキやフレームアームズ100分の1スケール。新玄のレビュー、いかがだったでしょうかこの一緒に組んで、遊んだ気持ちになってもらえたなら、本当に嬉しく思います。いやー、このキット、本当に買ってよかったなー。そうして僕は大満足です。気になった方、ぜひゲットしてみてください。 今回の動画、面白かったら楽しかった。一緒に組んだ気になったよという方、チャンネル登録と、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あと、どんなことでも結構です。おー、お手ー確かに、あーガン、ガンダムっぽいけどね。うん、ガンダムっぽいけど、まあ、そういうこと言っちゃいけないか。<laughs> まあ、とにかくかっこいいよね、とか。あ、大原先生のいいデザインだね、とか。あ、僕はフレームアームズこんなの組んでるよ、とかね。あ、僕は今こういうキット組んでる、など、など、ああ。 メタルロボット魂のね、ゼータガンダムも予約できなかったよとかね。<laughs> まあ僕もそうなんだけど。<laughs> まあどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたおでしょ。みんな歯は大事にしよう。<laughs> またねーガン